緊急で動画回してますが、ちょっとね、週刊文春の記事が出ていてですね、120分立花となんか喧嘩してみたというか戦ってみたって、ね、まず文春さん120分の音声全部どっか出してください。それはお願いです。要は120分の一部だけ書くから変な人間になるんでしょ、僕が。まあ、もともと変な人間かもしれないけど。で、どっかで今120分は出せるから、それはちょっと音源出してください。僕は許可するので。まあ、それは要望です。で、今回のパソコンの中身について、文春さん、叱られてますよ、あなた。もともと週刊文春に2ヶ月ぐらい前から情報提供してたって聞いてますよ。で、パソコンの中身を見してあげるって言ったら、黒川さんって記者なんか1週間以上ほったらかしにされて、それで僕のところに来たっていう話ですよ。だから週刊文春さん、なぜパソコンの中身見ないんですか？あなたたち奥谷と一緒ですか？パソコンの中身見ずになんかわかるんですか？僕ちゃんと見ましたよ。なぜパソコンの中身を見ずに、僕のこと批判するんですかね。もしパソコンの中身を見ることが個人情報保護法違反に当たるとかっていうんだったら、それはもう仕方ないですよ。でも、僕はあのパソコンの中身を見て、初めてそれが公益通報保護であるかどうかとかね、個人情報保護法違反であるかどうかとか、あとはもちろん、県民局長が出した文章っていうのは、僕はあれは犯罪だと思ってますから。で、多くの県民、国民は、あのパソコンの内容知りたいですよ。それはだって、公用パソコンの中に入ってるデータですから、これはプライバシーよりも、プライベートのそういうね、ことよりも、公用パソコンの中に入ってるものが、そんなところにそれを入れてるやつが悪いし、過去の裁判例で、東京高等裁判所の裁判例で、公用パソコンの中に入ってる情報っていうのは、それは開示しなさいって命令が出てるんだから、決定がね、判決が。だから、なぜ文春さんはこの内部告発者のね、パソコンの中身見せてあげるっていうことを拒絶したんですかね。一週間も放置したから僕とこ来たんですよ。そこだけは言っときますね。僕がそれを、だからめっちゃ怒ってたんですよ、なんせ。あなたこう、日曜日の、今週日曜日の、僕1時からパソコンの中身見たんです。ナンバでね。で、その前に、文春の記者から電話かかってきて、立花さん今大阪ですか？会いたいです。言ってきたから、ええよ、別にって。パソコンの中身見たら大たるよって言って、ね、2時間パソコンの中身見て、その後文春の記者と話したんですよ。で、その時にあなたたちはパソコンの中身を見ようとしなかったから。大事なことだと思うんやけどね。ちょっとそこについては週刊文春なんか答えてよ。なぜあなたたちは内部告発者の告発を聞かなかったのか。あなたたちが聞かなかったから僕ところに情報が来たんですよ。で、僕はこれに関して、第三者委員会に呼ばれたら、その斉藤知事がね、呼ばれたらちゃんと行きますよ。で、内部告発してくれた人も、おそらく第三者委員会に呼ばれてるけど行きますかと。行くって言うと思いますよ。それぐらい、その兵庫県の、まあ、言いますよ、兵庫県の人ですよ。兵庫県の7000人の中の一人ですよ。ちゃんと僕は、職員書も見せていただきましたから。で、この人は正義でやってるわけでしょ？皆さんが知りたいパソコンの中身をね、一部かもしれないけども、全部かどうかわからないですよ、そもそもね。これを出してくれた人じゃないですか。感謝すべき人でしょ。それは、僕はそれを見て、その55歳の女性が、これ文章作成に関わってるな、確信しましたよ。だから、ちゃんと取材しようよ。状況追求しようよ。で、俺がそれを持っていったから、なんか焼き餅みたいな記事書くのやめてくれるかな。まあでも記事書いてくれるだけでありがたいし、まあ文春も所詮はオールドメディアなと今思ってます。まあ文春の記者たち、頑張ってくれ。以上だ。NHK をぶっ壊す。もう実名でいきましょう。ね、亡くなられた県民局長さん、渡瀬さんっていう方です。渡瀬さんの公用パソコンの画面、まあ中身について、公開をさせていただきます。で、私が従前申し上げてた通り、まあファーストネームなんで、もういいと思ってここはもう伏せません。冒頭とも子という名前が出てきて、小説云々とも子写真館というのが出てきます。
プライベートの情報が公用パソコンに入っているという何よりの証拠であります。で、まあ仕事中にですね、一生懸命このような、ね、トモコ通信、トモコデート、トモコというようなところでですね、まあ、ずっとトモコへの手紙というところで心の心境とかやってました。もうね、いろいろと立花がデタラメなこと言ってるとか、こう言ってくる人がいっぱいいるので、これに関してはもう公開しないとですね、立花の僕に対して本当にこう、デマだろうとか言ってくるわけですよ。で、これもうちょっと下がっていくと、他の女性の名前や写真が出てきます。ただ、このともこさんっていう方についてはもうネット上に出ていらっしゃいますし、全部隠すとですね、私の信用性もなくなるので、あえてもうすでにこのネット上にはともこさんというのが出ているので、まあここは あえて伏せずに、この下にどういったものがあるのかについてもあえてここは公開はいたしません。これが今回の知事選、兵庫県の知事選挙で、皆さんがご覧になりたかった公用パソコンの中身の一部であります。私の方にこれは私が聞いていた情報と完全に一致しているものでありますので、私はねこれ最初から嘘なんかついてないという自信あったんですが、このようにご覧いただければ皆さんも納得いただけるということで、10人ではありませんでした。7人でした。以上です。まあ、県民局長の公用パソコンの中身、まあ、インデックスだけをご覧いただきました。で、僕のところにはまだ文章の中身っていうのは入ってきていません。ただ、写真については、来ております。ただ、ここを公開する必要性はないと思っていますので、これで、一般の方にご覧いただくのは十分かと思います。まあ、つまりですね、私はずっと言い続けてるんですが、このような仕事中に愛人なのか交際してたのか、いや無理やりなのか、それは分かりません。で、これともこさんって名前出してるのは、ともこさんも公務員だから出しました。これはもうネットでも出ていますし、ともこさんっていう方はもう分かってる人は分かってますので、あえて出しましたが、これ2011年からどうもスタートしています。13年前からですよね。で、こういうことを仕事中にしている人の内部告発って信用できますか？僕そこなんですよね。もちろん、この県民局長が出してきた情報っていうのは重要な部分で全部嘘なので、特にね、信用金庫の人かな、信用組合なのかな、こういう人がですね、補助金を、まあ、寄付を出したら補助金もらえるとか、ええ加減にせよと、めちゃくちゃ迷惑損してるわけですよね。で、だからこれ僕何度も言ってますけど、この人犯罪者なんですよ。名誉毀損罪、そして信用毀損罪、そして仕事中にプライベートのことを一生懸命やっている、人事情報までダウンロードしている。で、まあまあこれ以上言わないんですけど、仕事中にこうやってプライベートのことをやってることは、簡単に言えば皆さんの税金で給料をもらいながら、まあ、仕事をしないのは、いわゆる税金泥棒ですよね。で、個人情報まで、職員の、兵庫県の職員の個人情報を私的なパソコンにダウンロードしてですね、まあ、むちゃくちゃなことやってるわけですよ。で、この人のプライバシー、守る必要性あるんですか？奥谷被告さん。奥谷被告さんよ。あとこれ守らなあかんの？相手が、まだ一般の人だったらわかるけど、この県民局長もともこさんも、兵庫県の職員でしょ。しかも幹部でしょ。県民局長であり、なんとか、まあ、次長まで行った人でしょ。だからこれを、こんなものを隠すなんていうのは、僕はやっぱり、納得できないし、県民の知る権利に応えるべきだと思いますよ。だから、奥谷は、県民局長が自ら命を絶った理由を僕は隠蔽していると、不満のようだけども、これどう考えても、県民局長は犯罪をした。名誉毀損罪。そして、偽計業務妨害罪。さらには、このような、まあ、仕事中にやっちゃいけないことをやっていた。こういったものが暴かれていくから、自ら命を絶ったと考えるのが自然だと僕は思います。そして、このような、
気持ちの悪いデータをですね、写真をダウンロードしたり日記を書いたりしていることがバレるのが嫌で自ら命を絶って、それを作るきっかけ、自分がこんな変なことをしていることをバレるきっかけを作ったのが斉藤知事だから、最後に一緒に斉藤知事に対しての恨み節を書いたんでしょ。そう見るのが普通の読みっていうか自然だと思いますよ。もちろんお亡くなりになった人の動機なんていうのは誰にもわからないです。正解はわかりません。でも少なくともこの兵庫県の百条委員会が隠しているこの公用パソコンの中身については、私は国民が知る必要性があると思って公開をさせていただきました。なおこれについて犯人を探そうとしている人がもしいるとしたら言ってあげてください。これ内部告発ですよね。これを僕にデータを送った人間を探すことは犯罪じゃないんですかね。それだけはお伝えしておきます。以上です。 NHK をぶっ壊す。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますぜ、ぶっ壊してみな弱小政党。ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何がお得にさ、多分ウィンロジョーさんの方もっと一発自信よ、お得なのもうこりぼりよ。一人で始めた放送局NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く。 NHK をぶっ壊す。